もしもし、大丈夫フレン。なんすか？いや、なんか車なくて困ってたのかなと思って。あ、へえ、車なかったらなんかしてくれるんですか？え、迎えに行こうかなと思ってて。え、優しい。何それ？よせや。え、水戸さんって今何してるんですか？私？うん。え、フレンってどっち側？真ん中かな？真ん中？うん。まあ、私もそうなんだけど、今ちょっと人質ビジネスやってて。人質ビジネス？ちょっとギャングが人質に困ったら、なってあげるっていう、うん。で、私は武器とか持ってないから、ああ、はい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 。何度でもできるっていうビジネスをやってるんだけど。あ、そうそう、前払いでね。うんうん。でもなんか、地下格闘技場とかもいずれ作りたいなって思ってて。何それ、気になってることないですか？なんかやってみたいな、みたいな。いやーね、ちょっと飲食店とかもね、おいっすちょっと検討してるけど、はいはい、え、フレンって真ん中なんだっけ？真ん中、まあまあ グレーかな、結構ちょっとグレー。タクシー運転手って白じゃないの？ん？どういうこと？タクシー運転手だけだったら白ですね。あ、何やってんの？教えてよ。興味あるな、私。信頼できないと教えてよ。ちょっと。いや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 。信頼できないとな。仲間、二時三時じゃん。ちょっとやめとこうかな。同じさ。また会って話せるときに、ちょっと。フレン、水くさいよ。どことどことつながってんの？いっちゃいなよ。私大丈夫だよ、どっちでもないから。さすがにちょっとな。ええー。やめとこうかな。そんな。フレン。いや、私切らないよ、電話。あ、うん、またじゃあ、今度。よし。